はいどうも皆さんこんにちは、達也です。今日は筋トレの動画じゃないんですけど、普段足に使っているスクーターがボロボロなんでカーボンシートを貼っていこうと思います。これはサイドフェンダーですね。自分のバイクにもともとついてたサイドフェンダーではなくて、自分がもともと使ってたサイドフェンダー外した時にもう何ですか、爪とか全部折れちゃってて、もういつ取れてもおかしくないようなボロボロになってたんで、ヤフオクで急遽買いました。送料入れて2000円ぐらいでしたね。でカーボンシートを貼りたいと思ってる人はもう絶対俺のこの動画見てもらいたいんですけど、必要なものは、カーボンシート、ハサミ、ドライヤーと軍手と気合、マジで気合が一番必要。スマホの画面に透明な傷防止シートを貼る作業、あれを5000回ぐらいやるイメージ。もう何度もシートを貼ったり剥がしたりをして、ちょっとずつちょっとずつこう気泡を抜いていくようなイメージ。だからまああの作業が好きなんだ、だからやりたいっていう人が、そんななんかドマゾな人がいるんだったら、まあおすすめですけど、僕はですね、正直もうこのカーボンシートの作業、楽しかったのは最初の3分だけで、あとはもうただの苦痛でしたね。軍手が意外と役に立って、最初買う時いらないかなと思ったんですけど、この軍手のこの何ですか、イボイボがこう手の指を使わなくてもいい感じに力を発揮してくれるんで、引っ越しの時軍手あると全然疲労度違うじゃないですか。まああんな感じでこう軍手のおかげであんまり力むことなくこう作業を継続できたんで、それ本当良かったなと思いますね。まああとドライヤーでそのシートと外装材の一部もすごい熱くなるんで、ちょっと持ってられないぐらいにしないと、そのなんだろう、このボディの曲面にカーボンシートを追従させられないんで、同じようなその R で。だから意外と軍手は重要っす。ドライヤーも本当はなんかヒートガンっていうその工業用の、もっとなんだろう、急速に高温になるヒートガンっていうのがあるらしいんですけど、全然それはドライヤーで大丈夫ですね。まあそのなんだろう、のビヨーンって伸びるような温度になるのが1秒か4秒かみたいな、多分そんな差だと思うんで、別に僕はヒートガンがいるなとは思いませんでしたね。ドライヤーで十分ですね。最後の方ってすごい難易度が劇的に上がって、今までこうなんだろう、ボディのこのカーブ R に合わせるためにいろいろ無茶して伸ばしたりこう、まあまあ基本的には伸ばしまくってやっとこういい感じに仕上げていくんですけど、まあそのなんだろう、ツケがですね最後の方に溜まってきて、もうどうにもしようがないほどしわくちゃになるんですよ最後の方って。そこをどう隠すかみたいな、むしろ隠せるところにシワを持ってくるみたいな、そんなイメージですかね。なんかドライヤーなしで貼ってる人の動画があったんですけど、で今思うとあれもう神レベルですね。相当な忍耐力の持ち主ですよ。僕は無理ですね、ドライヤーなしなんてもう考えられないです。本当は俺これカーボンシート買った時は今年の楽しい思い出の一つ増えたなぐらい思ってたんですけど、もう全然そんなことない。
超苦痛で、これマジでいつ終わるの、早く俺の大切な週末がみたいな。金曜のなんか夕方6時ぐらいから始めて、もうこの時で日曜になってんかな、これ日曜の午前中にやっと終わったんで、マジで潰れましたね一日。この裏側をきれいに貼らないと結構ペロンってめくれてくるんですよね、意外と。安いシートだからなんですかね。いや別にそんな安くもなかったですけど、平米1平米で3800円ぐらいのやつだったと思います。この裏側をきれいに仕上げるっていうか、まあそのしわくちゃになってる部分をきれいに隠すっていう作業に、表から見えないようにする、しわくちゃを表から見えないようにするっていう作業に、表をきれいに貼るのにかかる時間と同じぐらいの時間がかかるんで、結構それに気づくとより気力がそがれる感じですね。この時致命的なミスをしたことに気づいたんですけど、もうカーボンシートが全然足りなくて、どうしようと思った挙句ですね、もうこうペンで型を取って、もうギリギリの面積を攻めるっていう、もうそれしかないと。もうギリギリっすよ、もう超ギリギリで、もう伸ばせばなんとかなるっていうのが分かったんで、ギリギリで攻めると。最初は今書いてあるマジックペンみたいにフロントカウルは1枚張りでいく予定だったんですけど、もうそんなことやってたら全部貼れなくなっちゃうんで、もう部分もう組み合わせ張りに変更しました。そういえばすごい嫌でしたね、1枚張りでやりたかったんで。てか2枚張り以上なんてなんか考えられない、下道ぐらいに思ってたんで、めちゃめちゃ嫌でしたね。ほんとバラバラのまま捨てようかな、バイク捨てようかなぐらい考えてました。まあなんか早送りなんで手際よくやってる風に見えますけどね、すげえ嫌でしたね。でこう貼った時ね、こうペタって一回貼った時は、あ終わったって思うんですよ、もうしわくちゃ決定だわって思うんですけど、意外とドライヤーと軍手でどうにでもこうリペアできてくっていう。昔友達がくれたカブ、ボロボロのカブだったんですけど、それをですね塗装した時の写真です。塗装はこの時初めてだったんですけど、すごい綺麗にできて大満足で、今回も塗装にしようかなとも思ったんですけど、なんか簡単すぎて、なんかそれとちょっと燃えないっていうかですね、なんかゴールが見えるっていうのはあんまり面白くないっていう感じじゃないですか。だからちょっとカーボンシートをしてみたんですけど、まあ、カーボンシートはもう二度とやりたくないですね本当に。バイクはですね、こうまあ意外と、まあ、分解してみて気づくんですけど、こう日本の技術力みたいなのすっごい感じますよ。バラすのがめちゃめちゃ難しくて、なんかビス取りゃバラバラになってくるんだろうと勝手に思ってたんですけど、全然そんなことなくて、やっぱバラされてなんかその企業秘密みたいのが漏れないように工夫されてるんですかね。本当にバイクをバラバラにするってめちゃめちゃ大変でしたね。まあ、おかげでかなり詳しくなりましたけど、あ今のバイクね、今のバイク、昔の株とかはもう本当にネジ取ればバラバラになっていく感じなんですけどね。あとあれ、音楽必須ですよ、音楽必須。音楽とか、この時は僕プライムビデオでバックトゥーザフューチャーをテレビで流しながら、テレビっていうかモニターで流しながら見てるっていうか聞いてる感じですね。
で、バイクに取り付けていきます。意外と一回バラすと、あ、バイクってこうなってんだっていうのが分かると意外と安心感が持てますね。まあ、仕上がりはこんな感じです。まあ、恥ずかしいことにハンドル部分はもうシートが足りなくなったんで、あのままです。まあ、いいんじゃないですかね、最初にしては。うん、ただちょっとなんか若々しい印象というか攻撃的すぎる感じになったなっていう。なんかね、カーボンってこう F1 とか飛行機とかに使われるから超機能みたいなかっこいいイメージを僕持ってたんですけどね、なんかねちょっとヤンキーみたいになりましたよね。まあまあいいか、まあいいか、俺二十歳だし。でまあ片付けも大変ですよと。この動画を見てもカーボンシートへの愛が冷めない立派な男性諸君は、ぜひここも見てですね、それでもやるかと、ぜひ熟考してください。まあ今日はこんな感じです。それじゃあ。